ナンバーカード使って住民票をね取ってきたところです。八王子の陸運局、車検場ですねに行くんですけど、本当は去年の夏ぐらいまでにね、オートバイの、まあ、SR の、ナンバープレートね、あの川崎市から東京のね多摩地区の住民票を移したので、本当は引っ越してから2ヶ月以内でしたっけ、まあ住所変更登録変更っていうのかな、しなきゃいけなかったんですよ。でも事故ってしまって、まあなんとなくタイミングを逸してしまってね、で今年のもうすぐ、8月に車検なので、まあユーザー車検のついでに今そのタイミングでできればいいかなぐらいに思ってたんですよね。およそ300メートル先、左方向です。はい。次の車検はやっぱり去年事故ってあれこれね、やっぱ直した SR なので、直したっていうか直してもらったですね、いつも通りのユーザー車検でやってしまうのもちょっと心配だなと。はい。そう、ユーザー車検でねやるのも心配なもので、圧倒的に信頼を寄せているね、事故の時直してくれた、堀之内にあのねヤマハのランドスポーツ、ランドスポーツの親父さんに、まあ事故の時も見てもらいましたしね、全部お任せしようかなと思って、で先日ランドスポーツにフラッと行ってね、車検日程とかね、まあ都合のいいタイミングとかをね聞ければなと、でその時にナンバープレートどうするのって聞かれて、住民票を取ってプラス何千円だっけかな、なんか4000円ぐらいで、あのそれも手続きもやっちゃいますよ、代行するのはいいですよみたいなことはおっしゃってくれたんですけどね。ただこの川崎ナンバーのプレートね、これももう10年以上、何年この SR 乗ってるんだろう、もう今回の車検が左方向です、5、6回、何回車検取ったかな、10年ぐらい、5km 道なりです、はい、10年ぐらい乗ってるのかな、ね、お世話になったナンバープレートですよ、あの川崎市のね、川崎ナンバーの区の1312、このナンバープレートを交換するのに、ちょっとね代行してもらうっていうのもなんか違うなと思って、車検を、ランドスポーツに出す前に自分で、まあ、せめてナンバープレートぐらいかね交換しようかなと思って、でまあ今向かっているところなんですよね。
今回はランドスポーツの親父さんに車検頼みますけど、これからね、まあ、自分でバイクをね車検通す時も行くことになる、八王子のね陸運局ですから、まあ、下見じゃないけどもちょっとね、まあどんな場所かっていうね、今まではもうほんとずっと川崎市のね夜行にある陸運局ばっかり行ってたんでね、他の陸運局を知らないわけですよ。こないだ運転免許センターね、二俣川の試験場しか知らなかったのが初めて府中の試験場に行ったりとかね、やっぱり川崎市から出るといろいろ変わるんでね、新しい場所に行くことになるんですね。まあそれとこの間ね、お友達の、匠さんとね一緒に走りに行って、インカムをつないで、それを、まあ、ちょっとねマイクをつける位置とか工夫はしたんだけども、その音声のね集音状況があんまり納得いかないもので、ちょっとねマイクを2つに分岐させて、で今までとは違うモノラルのマイクを2つね、インカムのスピーカーの近くと、あと、ちょっと感度のいいマイクなんで、今まで通り口元に仕込むとね、おそらく原因が音量ね、入力が大きすぎて音が割れてしまうと思うので、まあ、ちょっとつける場所を変えて、メガネのこのスリットのあたりね、内張りにちょっと挟むような感じでマイクをセットしているんですよね。なので、音声の集音法をね変えてみるテストも兼ねていたりしますね。 GoPro ってね音声の入力に関してはねバランスが取れないんですよね。ボリュームを下げることってできないんですよ。収録ゲインをね下げるとかね、なのでちょっと抵抗をかませてゲインを下げたりはしているんですけど、試しにね直で、ヘルメットかぶって GoPro で撮ってみたらね、僕のボソボソ喋る声ですらねちょっとオーバーしてしまってるんですよね。なのでまあもしかしたらこの音声もだいぶまだちょっと聞き取りにくい状態になっちゃってるかもしれないんですけど、うん、でまあ試しにその八王子の、車検場陸運局までナビを設定して、ナビの音声がねそれがどれぐらい、明瞭に録音できるかっていう、まあ、テストですね。しかし携帯のバッテリーがちょっと怪しげですねもうちょっと喋ってもらいたいんだけども、着く前に切れちゃったらねテストになんないな。車検場がね午後4時までなんですよね。だからまああと7分で着く、 2.7 キロ、うん、3時前には着くから手続きぐらいは全然できるでしょうね。まあでもこのエリアはねこれ八王子市になるんだよなきっと。
この道走ったことないなぁ。ね、初めて走る道って楽しいですよね。今の右方向ですっていう声ね。右方向です。はーい、ちゃんと取れてるのかしら。よいしょ。 SR 君いよいよ八王子ナンバーになっちゃいますね。はい、でもこれね、インカムの音声ちゃんと取れるようになればね、 Google 先生のとんでもないナビにね対してボケツッコミとかができるようになりますね。おいおい、きっと冗談を寄せようみたいなね、ナイトライダーごっこができますね。およそ400m 先、右方向です。はーい、わー、なんかこの辺いい場所ですね。緑が多くてね。右方向です。はーい、続いて左方向です。はい、左方向です。はーい、これ点滅信号なんだ。およそ 600m 先、はい、目的地は左側です。マジっすか、案内ありがとうございます。川崎の夜行のね、あーこれか、運輸局ってね、ちょっと、なんて言うんだろう、空気の悪いところにあったんですけどね、八王子の運輸局は、はい、ありがとうございました。自動車検査登録事務所入り口、関係者以外午後5時以外の駐車を禁止。はい、あっちに行けばよかったのかな、こっち入れんのかな、なんかもう矢印が全部消えちゃってるじゃん。自動車ナンバー封印取り付け所、おそらくこの辺だよね。この辺ちょっと使わせていただきましょうか。よいしょ、なんか、ね、坂道ってますね。一足のままでいいや。どこに行けばいいんだろうね。自動車税事務所。よいしょ。
前のジェードもね、ジェードの乗ってる人も、引っ越してナンバープレートは、ナンバープレートを自分で交換されるんでしょうね。いいね、ジェードも本当、僕が二十歳ぐらいの時のオートバイだもんね。綺麗だよね。大事に乗ってるんでしょうね。さあ、方向感覚は完全にずれてしまったからね。分かるところまで。SR もいますね。800メートル道なりです。残念。なんかね、このあれでも車検証、そっか、最後に車検証、車検取ったのは火災の直後で、まだ住民票を、あれだ、火事で焼けた家のまんまで車検通したのか。本当に？まだあれだって2年、その後1回車検やった。太陽ね、まあ何しろその車検証に記載されてる住所がね、あれこれっていけるよね、車検証に記載されてる住所がその火災で焼失してしまった、まあ、実家のね、およそ300メートル先左方向です。住所がね、その一つ前の住所とで、そうそう、火災の後で引っ越した川崎市内のね、そこの住所とのつながりが、その車検証だけじゃわからないと、で住民票でもわかんないから、その住民票を除票っていうものを、川崎市のね、川崎市の住民票の除票っていうのが必要になるそうですね。まあ、要はどういう経緯で住所が変わったかっていうのを確認できるようにと、まあそういうことらしいです。なので今日はとりあえずその登録変更のね用紙だけもらって、まあ、ちょっと説明を受けて帰ると。
いうことになりますね。あ、この先は多摩川の土手なんですね。よいしょ。800メートル道なりです。はい。あ、僕はね、本当中学生の時に川崎市民になって、それ以来ね、実家をね出たり。結婚したり離婚したりでもずっと多摩川の遠隔というか川崎市でずっと引っ越ししてたんですよね。なので多摩川の遠隔っていうのはね、なんかちょっと水が合うというかね。およそ300メートル先左方向です。はい。何か多摩川感じるとホッとするところがありますね。これは一通じゃないんだよね。左方向です。はい。続いて右方向です。はい。何とも閉まらないというか、まあ僕らしいっちゃ僕らしいですよね。行き当たりばったりであんまりちゃんと予定も立てずにね、下調べも適当で動き出すからこうなるんですよまあでもこうしてね、ちょっと音声のテストを、できればいいかなと。そうそう、ちょっとね新しいガジェットなども手に入れたので、このあとね都内に向かう道すがら、そっちもねこの音声のチェックの結果も、反映させた上で、新しいガジェットのテストなんかもしてみようかななんて思っているので、本当ね音声集音の収録のねこういうテストとかね、まあ見てる方は地味で面白くないのかもしれないですけど、まあ、個人的にはこういうテスト作業とかね、クオリティを上げていくためのなんかいろいろ試行錯誤をするのは、とても楽しくて好きな作業なんで、はい。というわけでこの動画に関しては、ここら辺で締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ八王子のね、車検場行く道すがらの元ブログというかぼやきというかそんな内容でした。ご視聴ありがとうございました。それではまたまた、バイバーイ。